Super Hot。 今回は Oculus Quest 2 Super Hot VR をご紹介します。勉強仕事を忘れてストレス解消、ようこそ VR 仮想現実の世界へ。このチャンネルではファミコン世代のおじさんが Oculus Quest などのバーチャルリアリティ体験の感想を実況を交えながらご紹介していきます。今後もいろいろご紹介していく予定ですので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。今回ご紹介するのは Super Hot VR 日本語対応です。価格は2490円、1.91GB の容量が必要になっています。ゲームを開始するといきなり真っ白な世界。そこに一つの拳銃。僕は一体何をすればいいんだ？拳銃をグリップボタンで握りしめ、そこに現れたのは真っ赤なガラスでできた人型モデルのようなもの。周囲を見渡してみると時間が止まっているようです。上を見上げると出てきてしまったのが、オキュラスムーブのオーバーレイ表示になります。これは最近追加されたもので、VR 内でどれだけ体を動かしたか、運動量を測る表示になっています。トリガーボタンで銃をバン！そう。このゲームは自分が動くときだけ時間が進みます。このスーパーホット VR は、僕が初期のオキュラスクエストを購入して、一番最初にやった有料ゲームになります。オキュラスクエスト購入時には、デモ版が何個か用意されていて、どれか有料でやってみたいなと思っていたところ、最終的に候補として残ったのが、このスーパーホット VR と、ビュートセーバーでした。スーパーホット VR は見た目がそんなに面白くなさそうだなっていう印象があったんですが、何か面白い秘密があるのだろうと、興味本位も含めてこちらを購入することにしました。拳で語るこの快感、このガラスの割れる音がすごいストレス解消になりますね。このように最初はこれどうやって遊ぶのと困惑したんですが、遊び方がわかると、なるほど、このアイデア面白いと白い世界から抜けられなくなりました。今やってる作戦は、イートを巻き巻き作戦です。イートを巻き巻き、体を動かすと時間が進行、ゆっくり攻撃。シンプルでありながら奥が深いゲームだと思います。まさに VR でしか体験できない別世界への没入感に感動しました。またも、イートを巻き巻き、イートを巻き巻き作戦。すいません、勝手に命名した作戦です。気持ちいい！一人称視点で自分が動くときだけ時間が進み、その間に敵も動き、攻撃してくる斬新なゲームです。VR ヘッドセットでスローモーションのようにゆっくり見回し、タッチコントローラーでゆっくり拳を動かす。敵の拳に当たらないようにしてパンチ。スーパーホット。出てくるアイテムは武器としても防具としても両方使えます。例としてはナイフ、金槌、ナタ、手裏剣、ハンドガン、マシンガン、ショットガン、灰皿、缶、電卓、空き瓶、フライパンなどなど。すいません、早口言葉で。画面上はまたゆっくりイートを巻き巻き作戦です。おっと、敵が銃を一発。さーてゆっくりどう避ける？このように少し止まりながら敵の動きを見渡して、どのように攻撃するか戦略を立て、ここだと思ったら少し早く動いて、相手の急所を攻撃していきます。画面上の作戦は昔懐かしいズーのチューチュートリン作戦。昔ぐるぐる回るの流行りましたよね。ここで銃を奪い、バンと快感。スーパー。ホッ。なぜか真似したくなる。スーパーホッ。攻撃の仕方は結構自由度が高くて面白いと思います。このゲームは慣れてくれば、アイテムの場所や相手の動きを覚えて、早送りのようにスピードよく倒すことができれば、クリア時間も短くなります。ただ、その分敵の攻撃を避けるのが難しくて、やられてしまう可能性も大きくありそうです。このゲームは実際にやってみないと面白さは伝わらないかもしれません。スーパーホット VR はデモ版が用意されていますので、まずはそちらを体験してみて購入するのもいいかと思います。あと、運動量は何気に多いかもしれません。よく朝に見かける太極拳のようにゆっくりした動きになって、しゃがんだりスクワットしたりするような場面も多く、じわじわ汗をかいていき、最後にはゴーグル付近が汗でびしょびしょになりました。ただ戦い方はゆっくりのんびりやってもいいですし、一気にスタイリッシュに決めるなど、戦い方はあなた次第になると思います。今回は手裏剣で決めました。ちなみに部屋が狭いとアイテムを取るときなど周辺のものにぶつかってしまう可能性があります。ですので2メートル ×2 メートル以上の広さがあると望ましいです。というのも僕の場合はタッチコントローラーが何かに当たった感じがしたんですが、あまりの没入感で集中して遊んでいて、パッとゴーグルを外した瞬間、テレビの画面が傷ついてたというショッキングな出来事がありました。ですのでもし狭い部屋でやられる場合はご注意いただければと思います。ちなみにこのスーパーホット VR は全19ステージあって、個人的には約1時間40分ぐらいかかりました。途中でだいぶ苦戦しましたからね。ちなみに1ステージ内で後半の方にミスすると最初からやり直しになるので、それが結構きつかったりします。ゲームに慣れた人であれば40分から1時間ぐらいでクリアできるんではないでしょうか。ちなみに最速でやる人だと8分から9分ぐらいでできるみたいですね。すごいですね。あと全部クリアするとエクストラモードっていうのが現れて、条件を厳しくスコアを競うなど、やり込み要素も多くあると思います。全ステージをクリアした後は、各ステージごとに遊ぶこともできるので、お気に入りのステージでいかに早く倒すことができるかなど、やり込むのも面白いんではないかと思います。今は空きピンを防具にしています。
このパリンと割れる音もいいですね。こうやって弾を避けることができます。銃を撃ってくるときに素早く動くとすぐ当たってしまう可能性があります。灰皿で倒しました。銃を手放したのでそれをいただきます。よし、取れた。ああ、オキラスムーブのオーバーレイがまた邪魔に。左右からやってくる敵をどう倒す？よし、左をバーン。外したー。右は来てないと。よし、もう一回。あ、また外した。もう下手くそ。よし、OK。右はカメラで倒すと。やった、当たった。こんな感じで進んでいきます。先ほど上に表示されていたオキラスムーブのオーバーレイは、紫色と赤色の丸い表示がされていたと思いますが、紫色が消費カロリー目標。赤色が体を動かす時間の目標になっています。これは VR で体を動かした時間や消費カロリーを記録でき、目標を設定して達成状況を見るものになります。後からゲームごと、日ごとに運動量を確認することができるので、フィットネスとして使う場合には、モチベーション維持につながるかと思います。オキラスムーブのアプリの設定は、性別、身長、体重、生年月日、50、150、250カロリーから選択する、消費カロリー目標設定、15分、25分、45分から選択する、体を動かす時間の目標設定、この6項目だけで設定することができます。上に表示したくないときは設定画面でオフにすることもできました。あー、やられた。ということで、この動画の3分55秒ぐらいのポイントから再スタートになります。あー、またこの拳銃からか。ピラミッドを握る手前でやられてしまうと、もう最初からなんですよね。あー、悔しいと、どんどん時間が経っていきます。ここから同じ画面になるので、やられたポイントまでスキップします。よし、慎重に行くぞ。銃を奪って様子を見ながら、バン！さっきやられた敵だ。あ、左にも来た。どうするどうするどうするどうしようかな。左か行くか。危ない危ない危ない。避けて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 。危ない危ない。よし、今だ。当たったやったー。そして最後の左の敵が慎重に、バン！バン！あれ、当たった。当たった。当たったー！やった、なんとかクリア。スーパーホッチ。すごい達成感。ピラミッドを掴んでステージクリアです。今のところが5ステージ目になります。後半になるとどんどん難しくなってきて、途中からトリガーボタン、グリップボタンを全部押す、超能力者のような精神攻撃で戦うことができるようにもなります。おっと、ここは何だろう？ん？あれ？手が、ロボット？僕は人間じゃないみたいですね。ああ、懐かしい。フロッピーディスク発見。容量は 1.44MB でしたよね。このスーパーホット VR の容量が 1.91GB の容量ということなので、フロッピーディスクに入れたら1300枚以上も必要ということですよね。いやー、そう考えるとすごい時代になったものです。それでは後半は、プレイ動画のダイジェスト版をお送りします。
オキュラスクエスト2スーパーホット VR いかがでしたでしょうか。今回の動画は良かったよ、参考になったよということでしたら高評価ボタンをいただけると嬉しいです。今後もオキュラスクエスト2などの VR ゲームをご紹介していく予定ですので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。今後も一緒に VR ライフを楽しんでまいりましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。